とりあえず、行き先わかんないんで、風に乗っていきますね。あとね、前方に船があるんです。うん。あるね。行ったわ。これでもどうすんだよ、お前。運転。動いてんぞ、これ。なんであんな羽のようにできるんだろうな。これ、雲に囲まれてるのが橋なのかな？なんですかね。これ。ぐるっと、周りが。なんか、こいつ資材いっぱい持ってる。ああ、見なくなっちゃった。大丈夫です。俺、船と一緒に沈んだんで。上行ってみようかなと思ってんだけど。ああ、ほんなら行ってみましょう。ここは正面でもいいような気するけどな。どっちがいいだろう。雷が。あ、ほんとだ。ねえ、すげえ。すごいですね。お、すげえ。あそこで、あんなでかかった、でも。いたところ、あんなでかいとこいた俺ら。ああ、でかかなかったか。じゃあちょっと行ってみましょう。そう、で、平らだからさ、すごいもう端から端まで、ああいう感じのとこにいたような気がするんだよね。うん。おー、なんでジャンプした。あっ、あんな怖っ。ボッサスタジオ。はい、この旗。反対になってね、ほんで。風向きじゃないんですか？いや、文字が反対じゃない？上下。旗が本当ですね。この旗のあれ、ウィキ見ると、ボッサスタジオに忠誠を誓う者たちになってた。あ、そうなんですか、うん、よく知らない会社に忠誠誓うのもな。なんでよく知らねえんだよ、お前。めっちゃ有名なスタジオじゃねえかよ。そうなんですか。そうだよ、お前。アイアムブレッドとか知らねえのかよ、手術シミュレーターとか。わかんないです。マジで？うん。何？はあ、もう怖い。あ？何してんだあの人。ゲームが固まってね。うん。うん。なんかこんなことになりました。動き出した途端。ああ、落ちてた？チェックしとこう。そうね。一定の高度まで下がるとね、すごい勢いでダメージ入り出すっす。違う。固まって動いて途端。船から飛び降りとった。回転があれですね、なかなか。そう。あれ、やっぱここいたとこか。あのドームとかあったもんな。ドーム 見たことありますね。あれ、こういたとこか。あ、なんでやねん、なんで死ぬ。え、座っとっただけやのに死にました。落ちてったな。あ、人が今作ってはるんか。嘘、人がいる。いる、下にいる。あ、それ作ってんの今それ。でも下に、あ、羽、旗がやっぱり、なんかマークがついてる、つけてはる。ああ、飛び出したじゃん、あの船。あ、だ。結構プレイヤーレアなのにな。ねえ。めっちゃ。もう行っちゃうの。降りたぞ、あの船。おそ、どこじゃ。すごい、キャノン2つつけてはるし。嘘、マジ？うん。それは危ない。多分キャノンやと思う。あれ、それは危ないぞ、飛び出てるの。マジか。優しい人やったらエンジン煙吹いてる。あらあら、かわいそうに。止まった。うん、止まってない。吹いてる。上に上がってる。難しいんだ。ああ、危ない。取れてる。どう。止まった。あ、いい感じ。止まりましたよ。紙注射。うん、ナイスナイス。やったぜ。あ、ちょうど止まった。あれ、うん、ビルディング作っといた方がいいな、あれ。ステーション。あ、そうですね。うん。あ、すげえ。この船の下に置いといた方がいいですか？うん、その船の下の方がいい。めっちゃピストルで撃ちたいわ。撃ってもいいですけど。まだこれぐらいの船やったらあれやで。あれ、ここやっぱ行きたとこぽいですね、ちょっと。この穴の下とか。うん。あ、さっき言ったところですか？よいしょ。ああ、いや、わかんない。でも、この動画は俺見たことあるもんな。コードロック、なんでや。これの封鎖したいんだ。うん。ここ、なんか、いたところっぽいような気がする。ああ、取れないわ。あれが。ああ、ポイント取れないですか？あ、ポイントが取れない。あれ。あ、殺されん。まあ、殺されてもいいか、今。かっこいいじゃん。ね、すげえ、エンジンとかめっちゃつけてる。
そう。キャノンもめっちゃついてる。ダツついてるでしょ。危なくないですか。いや、もっとついてるよ。え、もっとついてる。そう。後ろも前もいけるようにつけてる。あ、あ前もついてるんや。ほんまや。4機ぐらいついてる。いや、5機か。正面もついてるし。あ、5機ついてんな。そんなに逆につけてどうすんだろうな。戦うんやんな。すげえ強いやつにやられてきたかもしれん。ああ虐げられ続けてきた。すごい。で、写真さんたちはどこの島にいるんです？さっきの一番最初は向井さんが来たところ。あ、一番でかい位置ですか？そう。あ、かわいいね。そのチャット打っちゃった。はいって。あ、た、あ、はいって。ほんまや。これ、わかい、あ、はいって。あ、はい、言わはった。そう、エンターで打ってるよ。おい、ナイスシープって言っといた。うん。いいなぁ、かっこいいね。ねえ、だ、あんな風にだから作れるんだ。だからやっぱりねえ、ここのくちばしみたいになってるんですよ、うん、さっき。うん、見た。かっこいい。ねえ、うん、いいな。この島はでもダメだ。ダメですね。うん。ビーコンが使えへんとあかんってことやな、きっと。うん。20時間後に。で、今とりあえず船。20時間?20 時間言ってたな。ガチ?1日ごっらしいんですよね。あ、この左手にあるでかい島か。だいぶ高度上げたんですね。その人、いらない設計図あったらちょうだいって。乗せて船。ちょうだい船になるんでしょ。ちょうだい船。でもそうやって奪うんだろうね。でもそうでしょうね、多分。やっぱりじゃあ、あの荷物付きのドアとか出てくるのかな。付きのドア、うん、キーコードが必要なドアとか。あ、そういうこと。あ、キーコードね。あ、この穴あれか。あ、この穴の中、あ、ここにもあるじゃん、箱。あ、設計図。お、見つけました。うん。あ、コレクトか。あ、これはコレクトなんだ。あー、なるほどね。あ、25入った。ナイス。お、やった。ここ取ってなかったな。じゃあ何を覚えようかな。でもエンジンとかが覚えてた方がいいよな、多分。多分私ら、あの、あれから覚えたんで、エンジン覚えたら、もしかしたら、その、つなげる場所とか、一緒に覚えれるかもしれない。パワージェネレーター。お、ディスカバーパワージェネレーター。パワージェネレーター。リファインフィルトゥーパワージェネレーター、エンジン。これ、つなげんじゃねこれで。あ、あ、いいですね。エンジン、ポピュラー A3。あ、これ、あれ置かんとダメだね。あ、そうですね。あれ作るか。スペースあります？スペースなかったら私作りますよ。スペース？スペース？右にスペース。ああ、スペースある、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 ある。これがいるんだ。作れました？うん。これでやってしまう。めっちゃでかいっすけど。え、これ直結しないとダメなのかな？上にランサー止まってるな。ランサーだけ、スピアか。これで、ここに燃料が入れれるってことなの？ね、持ってるやつ入れれるんですかね。これでも、ね、船が動かん、これつけると。ああ、積載量的に。うん。はい。私もこれ、羽つけたけど、絶対これ重たいですよね。しかも片一歩だけね。今、いや、ちょっと、もう一個つ。ちょっとつけさせてください。あい、来ないでね。痛い。痛いの。痛いの。No。取った。そう。てかパーツ置いてさ、もっとあれするなんかちょっと考えて作るしたら、うん、エンジンとかこのパーツを外して置いとけば使えるでしょう。ああ。ここでまたさらに作り直すっていう手はあるよ。ここ木も石もいっぱいあるし。あ、船が飛んでってる。あの、ちっちゃい、かわいいのが。なんだあれ。撃つ、撃つな。当たった。あ、いって。当たった。あれは何や。
いて当たったわなんだあのフレームだけの船そうそう誰や死んだし死んだしあ、アマカザ出てる。アマカザだったこれ。分かってて撃ったろ。敵やと思ってた。しょうがない、回収しといてやるか。これだってさ、運転線とさ、ちょっとぶつかるって。ああ、ぶつかる。危ない、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 危ない。まあ、いっか。どうなってんのあの物連山。あ、雨風の量もちょうど落ちてきたわ。あ、落ちてきました？うん。まあ、どっちしろまたちょっと作り直すか。まあ、結構簡単に作れるし。そうですね。分かってきたから。はい。また次の船で、ちょっとサルベージってやってみて、一回。はい、いいですよ。どうなった？あ？どうにもなってねえな。どうにもなってないですね。キャンノット、あ、キャンノット。これ、これさ、どういうことなの？積載量を増やしたいときはどうすんだ、これ。もっと上位のスカイコア？スカイコアなの？あ、そういうことか。さっきの人のとかって絶対思う、でもあれ木で作ってたね、でも。あ、そうですね。木の方が最初はいいですかね。これ下とか全部俺鉄にしちゃったんだよね。だそれ全部木にして。あ、グライダー落ちてる。あ、グライダーいいぞ、お前。飛べるぞ。もう、大砲の弾とグライダーと、で、大量の木材を拾った、死体袋から。前とかも全部いらねえよ。お、980。お、いいじゃないですか。後ろも気にしちゃおうかな、これ。これで、あれ、エンジンも、エンジンじゃない、あれもつけて、ジェネレーターも積んでるし、なんか行ってみるよ、一回。これでどんな感じなんだろう。ねえ。うん。こんな感じ？邪魔法。これ、運転席行ってみたらどうだろう。法邪魔だな。法邪魔？やっぱ法は後ろの方がいいか。めっちゃ軽量化。はい。すっきりしましたね。うん、すっきりした。これでエンジンがかかるのか。かかんねえのかな。あ、これなんかエンジンできんじゃん。ん？ FL？ あ、100入れた。お、嘘。これエンジンもなんかできんのか、じゃあ。エンジンでもだいぶ回ったんすけどね。それっぽいの出なかったんすよ。あ、できねえな。エンジンはなんもねえな。とりあえずこのジェネレーターはなんか入れれたと。おぉ。ジェネレーターがもしかしてフューエルタンク？な？なんかそんな気がしなくも、する気もする。じゃあこれで行ってみるか。乗った？乗った。あ、エンジンかかった。お、かかった、かかった。あ、ほんとだ。うん、おー、やったやった。そういうことだ、じゃあ。なるほど。ジェネレーターがタンクなのね。ちなみに新しいエンジン拾ってきました。お前何背負ってんだよ、それ。これですか？グライダーです。エンジンついたらだいぶ早いのか？なんかめっちゃ早いような気がすんな。そうですね。多分、向かい風とかにもだいぶ強いんじゃないでしょうか。うわ、なんかめっちゃ綺麗。どんどん離されてくる。こっちな、もうな、船の下で捕まっとん、グランピングしてる。もう、どうしようもない、これどうしようもないの？どうしようもない。あー、タックラップだっけ。あー、消えたわ。え、くっついた。あ、結構なんか、変な地形じゃん。あ、あの建物があるな、うん、まあ、いいわ。違います。あの石が3つ縦に並んどるところあったじゃないですか、一番初め。そう。そっからもうどう言っていいのか俺も分からん。仕方ない、ね、あ、石が3つ。あ、そこじゃん。お、そこです。今向かおうとしてた島です。あ、そうですか。あ、じゃあそれだけ。あ、上にあれが見えとんか。じゃあ拾おうか。そこは初めに行ったとこか。
じゃあ。ああ。そうですね。いや、一番初め湧いたところっぽいな。止まった？あの箱だけ見よう。うん、じゃあちょっとアーティファクト見ていきます。お、あるじゃん。キャンプファイヤーか。いらねえな。ああ、ほんとはここ一番初めにいたとこだね。そうですね。ああ、ほんとチェストがいっぱいあるとこだ。ああ。チェストのあの塊が。おお。落ちたわ。もう落ちたくないの。あんた。あら、さしさんどうしたんですか、それ頭じゃないか、頭。ちょっとあの宗教上の問題で。あ、そっか。はい。肌見せたあかん。あ、欲しい。うん、大丈夫、私の宗教。あ、でも。私の宗教。いや、俺こっちはしっくりくんな。うん。それ違いますね、ちょっと。ここに入れとこ。あ、入んねえ。じゃ、こんないらねえさ、こんな、もうマントとかいらねえんだよ、こんなの。めっちゃおとなしくしてるわ。だって、バスケやるのも。